はい、皆さんこんにちは、楽山国です。今回はですね、100均グッズを使ってデコ寿司を作っていこうと思います。どんな100均グッズ、これなんです。名称はデコ寿司というんですけども、中に、プラスチックのパーツが、3つ入っております。これが底の部分ですね。でここに、この外枠をはめて、この中にご飯を酢飯ですね、これを詰めます。そして上蓋でグッと押さえると、まあ、要は、押し寿司の原理なんですけども、それでここで押さえた寿司が、まあ、四角く、形成されて、ここに、いろいろ飾っていくということなんですけども、四角く作った酢飯のところをこれ4分割しまして、さらに同じものを4つ作って合計16のマスですね、16のマスにですね、カラフルないろいろな食材を乗せて作っていこうかと思います。さて、まあ、いくかどうか頑張ります。モザイク寿司の完成です。
16マスの中に8種の具材を2個ずつ散りばめて彩りよく仕上げました。ひな祭り、端午の節句、誕生日といろいろなシーンで使えそうなモザイク寿司、今回は100均グッズデコ寿司で仕上げました。よろしければ皆さんもぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。今回もご視聴どうもありがとうございます。それではまた。